西東京事変の皆さんです。それでは皆さんよろしくお願いします。皆さん大きな拍手でお迎えください。私たちは椎名林檎さんや、東京事変の、曲をトリビュートしています。西東京事変と言います。よろしくお願いします。林檎さんの曲はですね、ロック調だとか演歌っぽいとか童謡っぽいとかいろんな多岐にわたってますけれども、この中でどちらかっていうとジャズに近いものを選んではしてもらって、お送りしていきたいと思っています。それでは早速次の曲を聴いていただきたいと思います。殺し屋危機一発、そして真夜中は純潔、2曲続けて聴いてください。やめて私は、いつはなぜ不祥事を起こした。
2曲続けて続き聴いていただきました、続きましてこれもリンゴさんの曲でとても有名な曲ですけれども、丸の内サディスティック聴いていただきたいと思います。西東京事変の次のライブのお話を少しだけさせてください。ちょっと年末に近くなりますが、12月12日日曜日ですかね、日曜日、渋谷のクロコダイルというところで、5時からですね、西東京事変の出番がね、はい、他にラテンバンドとあと、パンクバンドね、3つのバンド聴いていただけるライブになっております。よかったら詳しくは西東京事変で検索していただくと Facebook で出てくると思いますので、ご覧になっていただきたいと思います。それでは、2曲ブラックアウト、そして長く短い祭りを聴いていただきましてお別れにしたいと思います。ではお願いします。
とうございました。川崎ジャズ2021トップバッターを務めていただきました西東京事変の皆さんでした。今一度大きな拍手をお送りください。